1 6 0 1系1 6 4 4大阪市交通局1 6 0 1系電車は大阪市交通局が保有していた路面電車車両である。大阪市電発の構成車両であるとともに戦前の大阪市電を代表する形式の一つである。1644の車内1644の運転台 KS-46L 台車1928年。 大阪市電発の反抗性車両として、藤永電造船所で75両、梅鉢鉄工場で25両の総計100両が製造された。アイグ製50馬力九種電動機を2機搭載し、制御機は弱めかい自負の日立製作所製 CF-65 で、大阪市電系台車と呼ばれる、ウィングバネ構造の軸箱指示機構と、 リンク式の揺れ枕釣りで支えられるコイルバネによる枕バネ部を組み合わせた当時としては先進的なそして現在の台車と見比べてもそれほど遜色のない乗り心地の良い優れた設計の住友金属工業製中高製、台車ケースマイナス 46L を採用したのが最大の特徴であった窓配置はその前に登場した1501型と同じ D6D 6D の一段加工窓となっているほか、前面窓も同じく3枚窓で、正面、右側窓状に行き先方向膜を、その下に、系統膜及び表示用の小窓を設けているところも同じである。ただし、ベンチレーターは1501系のガーランド式ベンチレーターとは異なる独特の回転式ベンチレーターで、走行時の換気に留意した設計となっていた。このほか、 一部の車両には全面にルーバーを取り付けて換気能力の向上を図っていた。本形式の車内は扉付近の床面に緩やかな傾斜をつけた現在の低唱車の先駆けとなる構造を採用してもおり、その点でも先進的であった。この他にも車内のシートエンドパイプやスタンションポールに白いホーロービッキのパイプを採用し見た目の美しさだけでなく、 乗客の視認性の向上を図っていた。1601型は製造後天皇寺、今里の両車庫に配属され、南北線、堺筋線、上本町線、九条、高津線などの大阪市電を代表する幹線で運行を開始した。柔らかいバネの大阪市電系台車のおかげで乗り心地が良く、釣りがかり駆動ながらも他形式に比べると静かな1601型は、 市民の評判も良かった。また、重量感のある、反抗性車体は、威風堂々たる雰囲気を漂わせており、先輩格の1081型や1501型を差し置いて、一躍戦前の大阪市電の主役に躍り出た。1601系の登場後、大阪市電では並走するバスへの対抗上、水雷型電車と呼ばれた八百一型や流線型の九百一系。 901型をリファインした92001系、92011型などの中型車を次々と登場させるが代表者としての主役の座は揺らぐことはなかった。また地下鉄未動筋線の開業前には地下鉄車両向けの試験塗色を塗られた車両もあった。戦時中の1943年には先に改造されていた1501系、同様、 一段加工窓を二段上昇窓に改造することも検討され、図面も完成していたが、実現しなかった。太平洋戦争の大阪大空襲では、1601ガタが所属していた天王寺車庫が被災するなどして、半数以上の56両が被災し、このうち本町で被災して、後に復旧された1699号以外の55両は廃車となった。この際、 修復可能な大阪市電系大社は1951年に登場した2001系の全社に流用されるなどして極力再利用された。残存の44両と復旧された1699号の合計45両は1949年に結番を整理の上で1601から1645へ改版され、全社今里社庫に集結した。また、 3000系のデビューの前に1601号をセミクロスシートに改造してセミクロスシートの実用試験を行ったほか3000型や2201系登場前には1611号を間接制御車に改造して間接制御の実用試験を実施したこれらの車両は試験終了後復元されているこの他にも大阪市電系台車にオイルダンパーを取り付け軸受けを この軸受けに改造した試作台車の装着を実施した車両が存在した。1957年に他の大型車同様3つある客用扉のうちの1つを埋めて前後非対称のに扉車へ改造された。その後、1958年から1961年にかけて外反の張り替え工事を実施したほか、1962年以降はモーターを SS-60 に乾燥して出力強化を図った。また、1960年に鶴町車庫が開設した際、1601系の半数近い20両が鶴町車庫に転属し、それまで見られなかった野田阪神方面でも運行を開始した。1601系の廃車は1966年から始まり、 よ九1967年の鶴町線廃止に伴う鶴町車庫閉鎖に伴って全車廃車された。しかし、1965年から南海電気鉄道へ10両と広島電鉄へ14両の合計24両が譲渡されたほか、履いていた大阪市電系台車は1801型や2601型などに再利用され、乗り心地の向上に寄与した。現在、 大阪大空襲の参加にあいながら同型式中ただ一両、復旧し、制御機として三菱電機 KR-208 系、多段式直接制御機を搭載していた1644号が、交通局の保存車に指定され、現在も、緑儀検車場内の資電保存館で保存されている。図面には、昭和18年3月12日作成との記載あり、 当然他にも空襲で被災し、復旧した車両も多くあったが、1699号の被災写真は、交通局の観光物で多く使われていたこともあって、大阪大空襲の行き商人的な立場で保存されることになった。このほ他、1699号の有名な写真としては、1939年に今里社湖で西尾勝三郎が組み立て式カメラで写した。 形式写真がある。直接制御機としては、一般的な三菱電機 KR-8 系の上位モデルで、直列10段、並列8段、電線10段と、在来機種の倍以上の制御段数で、弱め開示の使用も可能であった。ありがとうございます。